7号線の飯田といいます、よろしくお願いいたします。いちご収穫管理支援用運搬台車ということで、奈良県農業研究開発センターと、奈良高専のコラボという形で、まあ、今までの発表とちょっと違ってですね、公的というか学校と、まあ、県の機関ということでの開発をしているものについて紹介させていただきます。で、もともとの背景は、農研センター、農研センターちょっと省略して言い出しますが、農研センターの方から、いちごの、農家の方に支援に回っているところの中で、農家の方からの意見がちょっとあったところを、まあ、うちの奈良高専の方で引き受けて、まあ、開発をした台車の話です。で、いちご高専サービスでは手押しの収穫台車を使用することがやっぱり多いというか、まあ、立ったまま作業ができるので、まあ、こういうふうな台車を実際にこれ使っている台車なんですけど、こういうふうな台車を使って収穫作業を行っています。で、ただ農地の凸凹などにより勝手に傾くというか、まあ、押す時に、収穫をしながら台車を押すという、まあ、手間と、あとさらに押す時に、まあ、傾いてしまうとか、体で押したりとかっていう作業をしてたりするそうです。で、その時に、どうしても台車が傾いたりするので、それは、ストレスになるということになります。これを押すことに対するストレスがあって、収穫に対して専念できないというところが問題になっていた。で、提案としてはハンズフリーで操作可能な台車を開発して、いちご農家の負担軽減、まあ、農家の負担というところはいわゆる大きなところでいうとストレスのところです。だから台車が勝手に傾くとかっていうところを直せたらいいなというふうに感じてやっております。で、実際作った台車がこういうふうな形で、体で押す部分をちょっとハンドル化しまして、直感的な操作ができるような形になっています。また操作部は上下に動くような形になってて、制御回路と、あと、もともと使ってた運搬台車を、電動であるとか電動でないとかっていう切り替えをするためのクラッチと、あとですね、まっすぐ走るっていうか、まあ、傾いていかないというか、勝手に台車があっちこっち行かないようにするために走行センサーを使って、制御をしています。で、操作側は、稼働する操作はだから結局、ハンドル形式になってて、押し込み方向で、速度で、左右の方で、傾きというような形の操作をできるということになります。ですから、比較的簡単な操作、まあ、直感的な操作ですね。右に曲がってだったら左へとか、まあ、ハンドルを右に切るとかっていうような形でできるし、速く進ませたかったらすごく押し込めばいいというような形で、操作ができるという操作です。で、クラッチの部分は、まあ、簡単に言うと、まあ、上げたり下げたり、ここの部分を上げたり下げたりすることで、クラッチがつながって、電動になったりで、電動でなかったりというようなところです。で、マニュアルモードっていうか、これはまあ普通に、運搬の時に使うモードになるんですが、その時は先ほどの操作バーを押し込むことによって、台車が進みます。で、さらに、曲がるときですね、曲がるときにおいては2種類のモードがあって、新地旋回、超新地旋回、その場でクッと回る回り方ですね。だからちょっと操作は難しくなるんですけど、狭いところでも、必要に応じて超新地旋回をすれば、小回りが効くというような形になると。で、さらに、まあ、今回売りになっているところはオートモードだと思うんですけど、側域センサーを使って、まあ、降雪栽培ですと必ず支柱がありますよね。ベンチに立っている支柱がありますので、支柱を読み込んで、支柱に対してどの位置にいるかを、ロボットの位置を把握して、それによって姿勢を変えていくっていうような、形になります。で、一応種類、まっすぐ走る以外にも、左側のベンチ側を走りなさいとか、右側のベンチを走りなさいとかっていうのも設定ができるということになります。で、実際の動画をちょっとだけお見せします。で、実際に、で、これが、うちの学生さん、学生なんですけど、この狭いところを、まあ、今、オートモードから入ってましたので、体を使ってわざわざやってるんですけど、もう手でやればいいのにと思いながら、で、実際ここからはもう手でやりますけど、手でやるというか、どっかで手でやって、で、この中、今マニュアルですね、マニュアルで、この狭いところを通り抜けるということをやっています。で、実際に、ここから、オートモードになります。で、これがいわゆる収穫してる
時のシチュエーションです。だから、ここはこれが、実際にやってると電動火災の制御がかかってないと曲がっていったりしますが、この場合は作業をしながら効率よく、だから意識せずで、またバーが結局トリガーになってるだけ、だから押し込むだけで、いけますので、どこを押してもいいと、真ん中を押す必要はなくって、どこを押してもまっすぐ動作ができるというような形になってます。で、先ほどちょっと紹介しましたけど、位置制御ですね、端から動くって、だからこれ今真ん中からスタートしてます。全て真ん中からスタートしてるんですけど、真ん中を通りなさいって指定の場合は真ん中をそのまま通っていくし、真ん中から右に、3センチ横に動いて、このベンチのキワキワを制御しなさい。だから同じ制御アルゴリズムで、どの位置でも指定ができているというようなことになってます。で、細かく見ていくと、この辺のタイヤがじわじわ動いていってるのが分かると思いますが、まあ、ちょっと分かりにくいかもしれません。で、ちょっと説明が、十分でなかったかもしれませんが、ご清聴ありがとうございました。もう時間が短いですけど、この後お時間あればブースの方まで来ていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。